おはようございます。私はただいま小田原駅に来ております。この小田原駅は東海道新幹線、東海道線、小田急線、箱根登山線、大雄山線が発着する駅です。今回は大雄山線について面白いことがありましたので、それのご紹介です。何かというと、大雄山線には小田原駅が3つ存在していたことなんですね。今の小田原駅は3代目の小田原駅となります。1代目、2代目の小田原駅はすでに解体されており、跡が残るくらいですが、今回は1代目から3代目の小田原駅を見ていきたいと思います。今回は全面展望の他に自作の大雑把な地図も交えてお送りします。さて、大雄山線は小田原駅から大雄山駅の 9.6 キロを結ぶ路線で、西条寺への参拝路線として建設されました。1925年に1代目の小田原駅から大雄山駅が開業。1代目の小田原駅は現在の緑町駅から伊佐田駅の間にありました。1代目小田原駅開業の2年後、2代目の小田原駅が現在の小田原駅の近くに開業し、1代目の小田原駅は相模広小路駅に改名しました。1935年に JR 小田原駅に隣接する形で3代目の小田原駅が開業と同時に緑町駅も開業し、緑町駅から2代目の小田原駅間と相模広小路駅が廃止され、現在の大雄山線の形になりました。多分ナレーションだけでは分かりにくいので、パワーポイントで作成した自作の模擬的な地図も用いて再度ご説明します。1925年、1代目の小田原駅が開業しました。ちなみに小田急線と東海道線は現在のルートで記載してあります。そして1927年、小田原駅の手前に2代目の小田原駅が開業し、1代目の小田原駅は相模広小路駅に改名しました。そして1935年、2代目の小田原駅と相模広小路駅間に緑町駅という駅が開業し、緑町駅から現在の小田原駅である3代目の小田原駅に線路が延びました。そのことで2代目の小田原駅から緑町駅間が廃止され、さらに相模広小路駅が廃止されて現在の大雄山線となっています。ということで、小田原駅を探す旅のスタートです。まずはこの緑色の列車に乗って行きますと動画を撮っていたら、後ろに踊り子号がやってまいりました。この踊り子号まだ乗ったことがないんですよね。いずれ乗ってみたいななんて思っております。さあ、ということで、現在の大雄山線の小田原駅、つまり3代目の小田原駅はこのような感じになっております。一見一面二線のホームかなと思うんですけれども、よく見ると奥にホームがあるんですね。つまり2面2線の駅となっているんですが、この画面左の一番奥のホームは現在立ち入り禁止となっていまして、まあ実際1面2線の駅となっています。で、大雄山線は全線が単線なので、駅を出るとすぐに単線になります。さあ、小田原駅を発車です。大雄山線の小田原駅3つ探す旅のスタートです。さあ、列車は小田原駅のお隣の緑町駅に到着。ここで下車します。ここから1台目の小田原駅跡には徒歩で向かいたいと思います。さあ、東海道線と東海道新幹線の下をくぐると、目的地の1台目の小田原駅跡はもうすぐです。
さあ到着しました。今はですね、大雄山駅方面にカメラを向けています。この道路のすぐ向こう、民家の間を大雄山線は走っていますが、この今ある踏切の向こうに1台目の小田原駅があったとのことです。でちょうど撮影していたら列車が来るようなので、列車の通過を見ることにしました。さあ今度は車内から1から2、3台目の小田原駅を順に見ていきたいと思います。伊佐井田駅を発車した列車は、まず先ほど見ましたね、1台目の小田原駅跡を通過します。ちょうどこの辺りだったようです。さあそして東海道新幹線、東海道線をくぐり緑町駅に到着。緑町駅を発車です。緑町から先、列車は右に緩くカーブしていきますが、ちょっと前方に注目していただきたいんですけれども、そのカーブが始まったちょっと先にですね、不自然な跡地がありますよね。ちょうど矢印が示されているここですね。この矢印の部分がですね、2台目小田原駅に続く線路跡で、その先の跡地が2台目小田原駅ですね。さあ列車は2台目小田原駅跡の横を通過し、3台目小田原駅へと入線していきます。さあということで、本日は大雄山線の3つの小田原駅を見てまいりました。本日もご視聴誠にありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。